はい、まず最初ご紹介していくのがこちらのポーチ2種類をご紹介していきたいと思います、はい、こちらの方が四角いスクエア状になってますね、はい、でもう一つが船型になってます、はい、でこちらが結構この辺がしっかりしてるので結構しっかりしてますね、はい、なので自立できるポーチとなっています。なのでメイクの時にガバッて開いていただいてそのまま置いていただけるの で中も結構仕切りが多め。あ、そうなんですよ。両サイドにこんな感じでついています。そして外にもあるので、はい、かなり物が入る、うん、収納しやすくなってます、うん、深めですしね。でこっちは船型の方がマチはありまして、うん、まあ、一般的なポーチサイズぐらいになってます。中に2つついてるので使い勝手が非常に良いかなと思います。じゃあシンプルにな感じですね。そうですね、一般的なポーチの形の良い方はこちらで、中をしっかり分けて区分して入れたい方はこちらですね、うんうん、結構なんかワイヤーみたいな入ってるわけじゃないんですが、しっかり自立する形になってるのでおすすめです。この辺はなんかギフトにも喜ばれそうだなという感じがします。